つも見ていただきありがとうございます。台風が過ぎ去りましたが、結構ひどい台風。いろんな被害が出ています。農作物、家、倒木、結構ありました。日本全国被害が相当あると考えられます。小学校の運動会が今日に延びたところも多いでしょう。私は今日も仕事へ行きます。何気に考えるんですが、リチウムイオン電池、これってやっぱりすごい発明だと思うんです。携帯電話の電池、長時間使用ができるようになったり、いろんな家電製品にもリチウムイオン電池は使われています。私の使っているこのアクションカメラもまたそうです。何より潜水艦にも今回から使用されています。結構熱、結構な熱があり、やはり安全性が大事になってくるでしょう。潜水艦の使用時にもやはり熱は発すると思います。充電時と使用時、絶対に発熱はします。ディーゼルエンジンが稼働している時はバッテリーは使わないでしょうから、発熱はないと考えます。ですが、潜水艦の内部でどれぐらい熱対策が行われているかというところも気になります。そこはまあ対策済みなんでしょう。バッテリーを冷やしているのかどうかというのは分かりません。バッテリーを冷やしてるんですかね。
あまり バッテリーもやはり熱がかなり発生するので、その熱効率をどうするか、もう対策されるでしょう。最近やはりアクションカムを使っていて、1時間回すと結構熱くなっています。夏になるとそれがもっと熱い状況に変わり、大きく バッテリーの使用を連続で使うことはほとんどあるのかな。連続時間に耐えるぐらいの、やはり相当な実験が行われていると考えます。どうしても海外製のリチウムイオン電池は私も購入しません。今現在ソニーを使っているので、ソニー純正のリチウムイオンバッテリーを使います。やはり発火など怖いですからね。小さいし性能もいい、それだけのカメラを使うためには信頼できるバッテリーを使っています。日本のオーリューも同じことでしょう。信頼できるリチウムイオン電池を使うことにより、その進化が発揮されます。静粛性ではトップレベルの潜水艦、その潜水艦に最も大きな機動力も備わってくるでしょう。日本の潜水艦任務がどれくらい進むか、広範囲になるか、広大な太平洋、そして尖閣周辺、この2つどうカバーできるか鍵になってきます。防衛を考えることで、また日本の軍事力、日本に予算化する防衛費などもう少し増えてくれれば
いいと感じますが、そこまでの大きな もしかすると尖閣周辺南石の潜水艦が常時任務に当たっているのか、2隻、3隻旧型潜水艦の入れ替えと同時に潜水艦の数も増やす、そこに話は尽きてきます。もっと多くの入隊を望んでいます。私は年齢的に無理なので入隊はできませんが、また自衛隊に入隊する若者たちが増えてくれることを望んでいます。トップクラスの潜水艦、やはり頼もしいと考えます。